ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、海夏です。ドラゴンクエストシリーズ全踏破企画第32弾、 PS4 のドラゴンクエスト 11S その12回目の配信です。前回はプチャラオ村というところのね攻略を行っておりまして、今回は、最後のオーブを求めてクレイモラン地方を攻略していこうかと思います。そんな前回までのあらすじです、オーブを求め旅を続ける海夏たちは、妖艶なる美女の壁画で賑わうプチャラオ村でメルという迷子の少女と出会う。メルの正体は壁画世界を作った魔女メルトアであると判明する。海夏たちがメルトアを倒すと、壁画に囚われていた人々は無事に解放された。プチャラオ村にもウルノーガの魔の手が及んでいたと知った海夏たち、打倒ウルノーガの決意を新たにした一行は、未知の世界を切り開く魔法の鍵を手に再びオーブ探しの旅に出るのであった。ということで前回からの続きですね。各地魔法の鍵で手に入る各地のアイテム手に入れたりとか、あと防具とかね改めて作ったりして、見た目装備がね変わったやつもいますね。神は大盗賊スタイルになったり、セーニャはメダジョのものになったり、あとローはねユグノアの仙台王のもの、まあ、ちょっとまだプラス3にできてないんだけど、昔の王様スタイルになってますね。でベロニカはなんとなくリボースタイルに戻した感じですね。だけど一旦休んでからクレイモランの方行きましょう。前回ねルーラだけできるようにしておいたので早速行きましょう。なんと虹色の枝が強く光り出した。どうやらこの近くにオーブがあるようだ。さあ最後のオーブですよ。おや、はるばる海を越えてクレイモラン王国にやってきたのかい。残念だけど無駄足だったね。え、どういう意味かって。何、言ってみればすぐわかるよ。ここにもいる。私世界中にある踊りをマスターするため旅をしてるんだけど、寒くて無理だわ。これじゃ踊りを覚える前に凍っちゃうわよ。寒そう、確かに。はい、花村さんいらっしゃいませ。おはようございます。ご視聴コメントありがとうね。朝からよく寝れましたか。なんか配信予定を見過ごしたみたいなツイート見たけど。さあイベントです。着いたぞ。美しき雪の都クレイモラン王国。この国にはブルーオーブがあったはずじゃ。うう、寒い寒い。雪の都とかどうでもいいから早く中に入りましょう。ブリボースタイルあったかそうだけど。まあ本当ですわね、お姉様。なんででしょう、やっぱりこの寒さで凍っちゃったんですかね。せーにゃん、いくら寒いからって縄文がこんな風に凍るわけないじゃない。町の人はどうやって生活してんのよ。しょぼんでした。確かに凍っておる。おかしいの、以前訪れた時はこんなことはなかったんじゃが。どうすんのよおじいちゃん、クレイモランにあるんでしょ。これじゃ中に入れないじゃない。どうやら正門からは入れんようじゃの。他に入り口がないか探してみるとしよう。というわけで外周を回ろうね。俺はこう見えて郵便配達人なんだ。クレイモランに手紙を届けに来たんだが、そこの城門が越えて入れなくてな。そういや城壁を西側に回り込むと裏門があるって聞いたことがあるな。東側は何もなかったし、そっちを探してみるか。という情報をもとに西側行きましょう。前にキャンプ、まあ、さっき休んだばっかりだからセーブも必要はないかな。他の人がいた。氷漬けの城門と静けさに包まれた城内、一体クレイモラン王国に何が起こったというのか。タイトルあってたっけ、クレイモラン合ってる。では前回手に入れた、魔法の鍵で中入りましょう。縄文どころか人まで凍ってるんだよな。嘘でしょ、どうなってるのよこ
城も町も人も全部凍ってるじゃない。ほらお姉様、やっぱり私の言った通り寒いから。嬉しそうな顔。寒さで町が全て凍る、あるはずがない。ひとまず町の中を調べてみるとしよう。探索しましょう。もう動物も人間も全てが凍っている。作業中に凍ってるんだよね。ある日突然急激に凍ったみたいな、そんな状況だよね。入れませんね。ここととかだけ破壊しておく。ちょっと壺たるは今のうちでも。あ、この人とか店に入ろうとしたところを凍らされたの。ここが縄文だね、もともと。誰かいるけど、あれはちょっと一旦無視して、周りの探索から。宝箱も凍っている。合言葉のやつじゃなかった。あ、そういえば、ドラクエ5の合言葉やるって言ってたのに、最初にこっち来ちゃったの。コラボのサムネ誰も突っ込んでくれません。泣きそう。あれ、詳しく拡大して見てなかったけど、なんか突っ込み要素があったの。なんだろう。狙って突っ込みどころを作ったのに誰も突っ込んでくれないのは確かにちょっとね、悲しいというか寂しいよ。この噴水近くにいる人たちはなんか驚いてるんだよね。なんか上を見上げてるから、ここの噴水の真上あたりに誰かが来て凍らしたみたいな感じだよね。さあ、ではそこで唯一生身の人に話しかけましょうか。顔にペンキ塗ったくらいじゃダメですね。あ、あれか。あ、顔に塗ってるのはちらっと見ましたね。おう、またやってると思ったけど。体張ってますね。はっ、気がつきませんでした。まさか旅の方が訪れるとは思わなかったので。今は無事なようね。どうして町が氷漬けになったのか知ってたら教えてくれない？あれは3ヶ月前の晴れた日のこと。何者かが突然町の上空に現れたのです。そう、あの姿はまさしく魔女。ほら、よく昔とか伝説になっているいわゆる魔女のことですか。そして魔女が何やら呪文を唱えると突如激しい吹雪が巻き起こり、すぐに町全体を包み込みました。私は吹雪の中で気を失ってしまい、目が覚めたら町は凍りついていました。私だけが助かった理由は分かりません。仕事凍らせるなんて、なんてひどい魔女なの。なんとか助けてあげたいけど、この氷は私の呪文でも溶かせないわ。ところで、その服にある紋章、ずっと気になっておったのじゃが。紹介が遅れましたね。私はクレイモランの女王、シャール。何？女王じゃと？ということは、先代の王はもう…はい、1年ほど前に亡くなった父から王位を継いだ矢先に町がこんなことに。私もうどうすればいいのか。大変な時に来たみたいね。オーブがどうとか言ってる場合じゃないわ。オーブ？あれじゃよ、クレイモラン王家に伝わる家宝のブルーオーブ。分け合ってわしらにはあのオーブが必要なんじゃ。あの青い宝玉のことですね。あれでしたら今はお城の中にありますので、氷を溶かさない限り中には。なるほど。どっちみちどうにかして氷を溶かさないとオーブは手に入らないってわけね。もしかしたら魔女を倒せば氷が溶けるかも。実は数日ほど前に来た外国の救援部隊に魔女退治をお願いしたのですが、苦戦しているのか全然音沙汰がなくて。そういうことなら私たちも魔女退治に協力しましょう。凍った人々を放っておくわけにもいかないでしょ。ここは安定のいい家。そんな。
ひどい。ひどいって言われた。こんなにひどい目に遭ってる子を悲しませて、あんた本当に勇者なの？もう一度だけ聞くから、あえて答えて。そういうことなら、私たちも魔女大臣に協力しましょう。本当にもう一回言ってるな、同じ子。放っておくわけにもいかないでしょ。はい。ありがとうございます、皆さん。魔女は東のシケスビア雪原にあるミルレアンの森に潜んでいると聞きます。ですが、森には魔女だけでなく、魔獣もいるので気をつけてください。獣か。覚えておこう。では早速ミルレアンの森に向かうとしよう。というわけで、ミルレアンの森行きましょうかね。あれくらいじゃ世間は突っ込んでくれないんですね。配信中にあれだったら突っ込まれるかもしれないね。わかんないけど。さあではこっちの東側からシケスビア雪原かの方向かおうか。コラボとかうまくいくといいっすね。敵に先手取れることが多いんだけどな。レベルとか余裕でこっちの方が高いはずなんだけど。さあ行きましょう。ちょっと痛いな。そしてバタクスグマはホムラのところにもいたと思う。あっちより強い。どうしよう。北側から回るか。部屋があるよ。宝箱じゃん。メダルはありがたい。ローのレベルも上がったね。このまま行こうか。さあ、シケスビア雪原来ましたね。で、ミルレアンの森はここから北に向かったところ。その前にまず南のキャンプ地に行こう。また敵に先手取られてるな。主人公もレベル上がった。お、神も上がった。神なんかあったっけ？覚えさせるもの。中アップくらいか。でも1足りないな。こんなものかしら。ああ、まずキャンプ。一旦休んで。ちょっとルバンカーをちょっと切り替えようか。ここに来てみんなレベル上がる、ね。あ、どうしよう。ええな、ポイントが。残しとこう。なんかどっかこれいつで開けれるところなかったっけ？違うか？こいつでしか開けられない。あ、これか。トロルがいる。あれ、こうキラキラないんだっけ？あんなところにもキラキラが。あと今、キラーマシーン的なやつがいたね。キラーマシーンかな。見た目的にキラーマシーン。メタルハンターだった。手には宝箱。お、メダルだ。ちょうどね、小さなメダルは交換した直後だから、次はあと3枚かな？集めたら、素敵なボレロがもらえるはず。来る場所だけど、まあ、先に来といてもいいか。何もなかったっけ？キラキラが。凍結グマも吹っ飛ばせる。で、一通り回ってきたから、そこの宿屋。凍える部分。氷のブーメラン、氷の杖。あ、氷のブーメラン。欲しいけど、今、ここで作るとダメージが減っちゃうか？一旦降りて、いかがなされた？ふむふむ。ミルレアンの森を探しているのか。森ならここから北に行ったところにあるぞ。しかし、あの森に向かうとはな。何の用があるか知らんが。変な場所だから気をつけることだ。休ませてもらおう。ちょっと不思議な鍛冶セット使って氷のブーメランを。武器での攻撃が氷属性になるんだよね。しない方がいいかな今。今使うと切り替えるとここ氷属性の敵ばっかりだからな。やめとこう。じゃあ行きましょうか。ミルレアンの森。これが外国の兵かな。お前のような一般人がこんなところで何をしている。危ないから早く森を出た方がいいぞ。私か。私は連絡が取れなくなったクレイモランの状況を探るためにベルガダールから派遣されたんだ。この森にはクレイモランを氷漬けにした魔女と手下の魔獣がいるらしい。
危ないから早く森を出るのだ。ここは何もない。キラキラがあった。まあ、今作なんか必死こいて集めなくて、もうお金出せばね、購入できるのはありがたいな。寒い吹雪の中を歩いてたら、仲間とみんなとはぐれてしまったんだ。魔女と鉢合わせする前に合流しないと。大変やな。おととい来やがれ。強気やな。血の端にも、なんか体調クラス的なのもいるね。グレイモランの氷漬けを解くため、遠路はるばるデルカダールから森にいる魔女を倒しに来たんだ。だがこの吹雪で体調を見失ってしまった。隊長は屈強な人物なのだが、寒さが苦手でな。無事でいるといいのだが。こいつが隊長じゃなかった。分隊長くらいか。ああ、なんで貴族の俺がこんな辺境の地に来なくちゃいけないんだよ。やっぱり軍に入ったのが間違いだったぜ。無理せず親父のすねをかじってれば、今頃ソルティコのビーチに行って、女の子たちと遊び放題だったのに。と向こう側に。一人取り残されてるやつがいる。レシピブックプラチナの盾、トレイとプラチナシール、どこかで見たことがあるようなないような、ないようなあるような、思い出せないな。まあいいか、今はそんなことより一刻も早く隊長を見つけ出さねば。寒さに弱い隊長さん、僕も多分一回倒したことあるんだよな。多分あったような気が。お、賢者の聖水。あ、こいつは多分戦ってないか。ひとまずこれで探索終了か。宝の匂いがしない。 OK、 取るものを取った。さあ回復してセーブして奥に行こうね。イベントです。みんなが消えた。仲間たちとはぐれてしまったようだ。そんな簡単にはぐれるかな。さあとりあえず奥の広場に行こう。ムホホムホホ。結構甲高いね。ムサに弱い隊長さんいたぞ。早いね。俺としたことが、ムハブムハブ、ババ頑張れ。でもゾーンが切れてしまった。倒した。さすがレベル高いだけだな。ずいぶん手こずらせてくれたな、魔女の手先め。踊りしてった。次は貴様だ、悪魔の子よ。今度こそ逃がさん。だ、これは氷の魔女。この氷は貴様が氷漬けにすれば私を解放してくれたあのお方との約束。あの方と同じペンダント、これで私たちお揃いだわ。呼ばれた男も開けないものね。二人仲良く縁に凍るがいい。大丈夫。グレイグ、救援に来たのはお主らデルカダールの兵だったのだな。どうしたグレイグ、わしらを捕まえるのではないのか。貴様らを捕らえる前にやるべきことができた、それだけだ。おや、意識が。いやだ。ここに来る途中で小屋を見かけたわ。そこで休ませましょう。さっき泊まった宿だね。宿っていうか小屋か。関西行けば自分みたいなボケ人間は楽しいかもしれませんね。まあ、もしくは関西圏の相方というか恋人じゃないや、こうコンビ組む人とかね、いたらいいかもしれないね。なんかペアとかね、
誰かと一緒にしてる人たちはちょっと楽しそうに見えるからね。さっきのおっちゃん。ザメかな。どうだ、から。ではあまり無理をせず、暖炉で温まった方がいい。ずいぶん凍えておったからな。そうか、自己紹介がまだだったな。私は魔法学者エッキハルト。クレイモランに住んでいたのだが、今はここで町を氷漬けにした魔女について研究しておる。実は魔女が現れた時、私はたまたま国を離れておってな、幸運にも氷漬けを免れたのだ。君たちがシャール様から魔女退治を引き受けていることは仲間の者から聞いた。私も魔女について知っていることを話そう。君を襲った氷の魔女リーズレットは、いにしえの時代、高名な魔法使いによってある禁書に封印された神話の時代に作られ、膨大な古文書が眠るという古代図書館。いにしえの魔法使いはそこに魔女を封じた禁書を収めたという。そこで私は魔女を封印する手がかりを求め、古代図書館に足を運んでみたのだが、中はすっかり魔物の巣になっていてな。あ、よかった、目が覚めたのね。うん、もう心配はなさそうじゃ。君もベロニカさんに感謝せねばならんぞ。彼女は特に熱心に看病しておったからな。そうなの？もうエッケハルトさん、余計なこと言わないでよ。でない、まあそれはいいとして、先ほど魔女に関する話は伝えておいた。そう、じゃあ話は早いわね。エッケハルトさんと古代図書館に行って、一緒に魔女を倒す手がかりを探しましょう。古代図書館は東の方角にあるが、南の道から遠回りしないといけないから注意するがいい。では向かおうとするか。さっき言った建物だね。というわけで目指しましょうか。間違えた。一人イノシシイノシシ、狼じゃなくて。さっきも言ったここからだね。こっから登って崖沿いを進んで、さあ行きましょうか。あ、ベロニカね、確かに。そうそう、今未得点かなんか、なんか得点でもらったやつだね、これは。レシピ本とかも結構あった気がするから、それも探しつつ、魔女リーズレットを封印するための本を探しましょう。かなり古い本のようだ。かすれた装丁には古い文字で、魔力増幅の呪文一巻と書かれている。封印がかけられており、読むことができなかった。残念だね。覚えとこうね。こういうの後で必要になるとか言われてもさ、大体忘れてるよね。森の守り神。スケスビア雪原にある森の奥深くには巨大な獣が生息しているという言い伝えがある。古代のクレイモランの人々は、豊かな恵みをもたらす森の守り神としてその獣を崇拝していたそうだ。さっき倒しちゃったね。真ん中もないから、あとは、人間が来るなんて珍しいね。ここは古の時代の貴重な書物が収められた古代図書館だよ。そうだ、せっかく来たんだからいいことを教えてあげる。この図書館は特殊な構造をしていてね、スイッチに手をかざすと壁や階段が動いて、行けなかった場所にも行けるようになるんだ。隣にあるスイッチに手をかざしてみなよ。そしたら別のスイッチが使えるようになるよ。僕の隣にあるスイッチに手をかざしたら、地図を手がかりに1階にある別のスイッチを探してみるんだね。塔にある全てのスイッチが使えるようになった。さあ探しに行きましょうか。さっき見たけどね、あそこか、光ってるね。で、さっきのところは閉まったもんね、これで。あ、ここ以外どっか開いたところある。こんなとこに。あ、見つかっちゃった。僕は食べても美味しくないよ。お願いだから見逃して。勇者様か。よかった。魔物に見つからないように隠れてたんだ。これ、僕の見つけた合言葉だよ。さあ、次はどこだろう。お、幻の大地の祭壇、ダーマ神殿だね。これでドラクエ5と6の合言葉がそれぞれ一つずつ
持ってるね。忘れないうちに行かなきゃな。終わったな。こっちは行き止まりか。封印された竜という古い本だ。はるか昔、北の凍てつく大地に黒い巨竜が存在した。この竜にクレイモラン王国は追い詰められた。だがそこへ一人の若者が現れ、巨竜を倒し、二度と復活できぬようケスビア雪原の湖に封印した。その若者がいなくなった時代に魔竜が復活すれば、クレイモラン王国は再び恐怖に支配されるだろう。初代勇者の時代かな。なんと今ね、戦闘速度が超速いになってるんです。攻撃する動作も速いし、しまう動作も速いっていう状態です。あ、これは魔力増幅の呪文2巻ですね。サブクエかなんかで来るんだったっけ。ここ聖者の灰、素材か。貝の覇者、やいさほ、えいさほ。威勢のいい掛け声が聞こえてきたら、北海の覇者バイキングのお通りである。バイキングとは盗みや略奪を生業として沿岸の町を荒らし回る武装集団。そんなイメージを持つ人も多いかもしれない。しかしそれはバイキングの中でも少数で、彼らの大半は貿易で生計を立てる腕っぷし自慢の男たちなの。彼らと交流するときは常に笑顔を絶やさず、土産の酒の一樽でも持っていくと良好な関係を築けるだろう。ただまあ荒くれ者っていう部分には変わりないよな。バイキングのイメージ。あら、引っかかってしまった。やるわよ、お楽しみいただけたかしら。あそこにもスイッチがある、ね、世界一恐ろしい呪いという古い本だ。始まりは本当に突然だった。森の中で出会った一匹のデビルマージのローブを戯れにめくった己の好奇心が憎い。ローブをめくられたエビルマージは、キャー恥ずかしい、呪ってやるわと言い残して走り去っていった。それからというもの、己の行動が恥ずかしくて恥ずかしくてたまらない。きっとエビルマージに呪われたのだ。教会で祈りを捧げようとすると尿意に襲われ、女性の前では髪型が気になって話もできず、戦いの最中には過去の失態を思い出す。この世界一恐ろしい呪いを私は恥ずかしい呪いと呼ぶことにした。今も自分のチャックが開いて開いていることに気がついた。ああ恥ずかしい恥ずかしい。これはね、縛りをしてたら関係があることだ。さあスイッチ押しましょうか。3階に上がる階段ができましたね。こういうやつがいる。竜博士。レシピブック、大魔導のすすめ。ウィッチハット、ローブ、大魔導ローブ。ベロニカとローの防具かな。お、魔力増幅の呪文3巻ですね。こちらから4階に上がれるから、またちょっと先に周りから見ていく。命の退治の年輪という古い本だ。切り株の断面に浮かぶ年輪はその木が生きた時間そのものである。ではこの世界で一番大きな木、命の胎児の年輪は一体どのくらい巻いてるのだろう。世界を見守る命の胎児は一体どれだけの長い時を生き、ロトゼタシアを見守っているのだろうか。いや、ロトゼタシアが生まれるずっと前、我らの想像など遥か及ばぬ昔から胎児は生き続けているのかもしれない。何もない。レシピブック、属性アクセの使用。炎、氷、雷、風、土、光、あれ闇は、まあ、各属性のアクセサリーが作れるようになった。あとはこっち側だけど何もないか。では4階に上がりましょうかね。ミミックだった。ザラキが飛んでくるぞ。あ、死んだ。バザラキは怖いね。満タン。幻の王国と魔法道具。今から数百年前にこの世界から姿を消した古代プワチャット王国は、
魔法道具を量産する高い技術を持っていたと考えられている。中でも最後の国王に仕えた宰相は魔法道具の開発に力を入れており、現代にも通ずる魔法道具の開発を進めたという。彼の時代に開発された魔法道具の中でも魔法の鍵で開く魔法の扉は現在でも世界各地で見ることができる。しかし肝心の魔法の鍵はフワチャット王国滅亡の直前に王国から姿を消した宰相と共に行方知れずとなっている。それが壁画の美女に渡されたんだね。壁画に組み込んだから美女になった、壁画の美女になったって感じか。お、疾風のバンダナだ。強化してから使いたいな。やっぱこいつ動くのかえ、どっかにあったかな。ここからしか上がれないところが、ここから降りれる。ここは何かあるかな。降りれるのか。じゃあさらに下に行く道か。クリアしているはずなんだけど細かいところは覚えてないよ、さすがにな。関係なさそうだろ。あ、そう、真ん中あるじゃん。真ん中見てなかったわ、全然。さあ、新たな道が開いたぞ。開いたのはここかな？いや、違うか。いや、でもここ開いたっぽいね。でも、ここ先んとこだよね。あ、違うか。違うの。見てないやつ。ネルセンの秘伝の書、地の巻だね。あとこれか。となぁ。お、そして中に入れるようになったぞ。で、ここが行けなくなったから、一旦下に行かなきゃだね。で、どこかから登って行かなきゃダメだな。ここは、調べたっけ？赤い本ないね。さあ、中に入ろう。お願いします。ここはあまりに強大だった。私の力をもってしても、倒すことはおろか、封印することさえできなかったのだ。そこで私は魔力を吸い取る聖獣を操り、魔女リーズレットの魔力を吸い取ってから魔導書の中に封印することにした。この計画は成功し、魔女を封印した金書を古代図書館に収めた後、私はミルレアンの森でその聖獣と余生を過ごすことにした。なるほど、魔女の封印にはこの聖獣とやらが欠かせんようじゃな。倒しました。ミルレアンの森に魔女の手下っていう魔獣ならいたけど、あんたが討伐したわよね。いや、グレイグだよ。なんじゃと？その獣とはどんな姿をしていたのかね。純白のまん丸い体に金色のたてがみ、大きなお口でムホムホ言っておったじゃと？そうだね。シャール様、なぜそんなことを。表紙の紋章と一緒じゃない？確かに。これは金書に刻まれている紋章のようじゃな。待って、つまり女王様が持っていたのは魔女が封印された金書だったってことね。ということはで考えてても仕方ないわ。とりあえずクレイモランに戻って女王様にいろいろ聞いてみましょう。こうしましょう。調べてからな、赤い本を。古代の文明というとても古い本だ。古の時集いし忘却の遥かなる失われしの文明。本は古くボロボロだ。これ以上読むことができない。初代勇者のいた時代の話かな。精霊と世界というとても古い本だ。本書は見えぬ世界、このありとあらゆる宿りかすかな示す精霊たちだ。時のこれ後々ちゃんと読めるんだっけな。どうなんだろう。禁じられし力というとても古い本。禁じられしる力、時の砕きことは世界の乱し、塔の1階と通じる道がつながったようだ。あ、元に戻ったってことか。これ行けてなかったところに行けるようになってるね、多分ね。非状態に戻ったげ。あれでもこれ見たっけ。古今東西悪女列伝、
6人目の魔女、永遠の美を求めし魔女。とある国に生まれたこの魔女は、世界に2人といない美しい女であった。しかし魔女より美しいものを憎み、魔女の美しさを褒めるものだけを愛する傲慢で冷酷、醜い心の持ち主であった。そんな魔女は自分が老いて美しさを失うことをひどく恐れた。そしてついに禁じられた魔法に手を染める。体中の血を氷河の氷水と入れ替えて永遠の美しさを手に入れたのだ。それ以来魔女の桃色の肌は氷のように青く、魔女の吐息は全てを凍らせる呪いとなった。これまでに哀れな99人の男たちが彼女のキスで氷漬けになったと言われているが、真実は定かではない。なぜなら99人の男たちは誰一人として魔女の住むミルレアンの森から帰ってきてはいないのだから。自分の血を氷水に変えて生きてるのがすごいメタルのかけらだ。やろ。クレイモラン城下町ですね。さあではタール王女のもとに戻りましょう。武器が強くなっている。いた。ご無事だったんですね。私このまま帰ってこないんじゃないかと夜も眠れないほど心配で心配で。あらバレちゃった。狂変どころじゃない。まさか魔女が女王様に化けておったとは。あんたたちが聖獣を倒してくれたおかげで昔の力がよみがえったわ。英雄グレーグを取り逃したあの時の借りここで返してあげる。さあ私の腕の中で永遠に凍りなさい。リーズレットを弱らせ金賞を奪い返すんじゃ。私が今一度魔女を封印してみせよう。氷漬けにしてあげる。氷なんか私の炎で全部溶かしてやるわ。私の魔力で何もかも永遠に凍らせてあげる。できるものならやってみろ。ミスった。ナイス。なかなか体力高いね。凍りつく息の方が強いな。倒した。倒しても落ちないっていうのがすごいな。お、せいのレベルが上がったね。ポカポカツマパポテ。なんじゃこの字は。台風院完了。氷が溶けていきます。の違和感もなく動き出したね、みんなが。ここは魔女が私をこの本の中に閉じ込め女王に化けていたのです。よかった、記憶もきちんとしておられますな。一時はどうなることかと思いましたがもう安心です。魔女は私たちが封じました。タール様、こんなところにいたのですか。早く城にお戻りください。大臣がさんのおかげでクレイモランに平和が戻りました。何かお礼をしなければなりませんね。そうだ、本の中で聞いていたのですが皆さんオーブが必要なんですよね。差し上げますから後ほど城に来てください。エッケハルト、その本を私に。うん、だね、オーブはすんなりもらえそうよ。女王様に会いに城に行きましょうか。そうだ、この本はあんたに預けておくわね。魔女の金賞を手に入れた。だけど改めて探索を。魔女が起こした焚き火だ。体が少しだけ温まった。スカートででもいいか。レイモランの歩き方という観光案内用の冊子だ。雪の結晶はふわふわと軽いものですが、高く積どんどん押し固められ重い氷になるのです。そんな重い氷が普通の家の屋根にたくさん乗れば重みに耐えられず
家はぺちゃんこに潰れてしまうでしょう。しかしクレイモラン王国の家々の屋根は玉ねぎのような流線形。雪は地面に滑り落ち家を守ってくれるのです。クレイモランの建物の特徴的な屋根は雪深い、この国を守り育んだ先人たちの知恵と言えるでしょう。あんまりしっかり見てなかったけど、玉ねぎ型なの。ああ、そう。玉ねぎ型か？まあ、ちょっと斜めと曲線で作られてるね。うちの地域もまあ、こんな感じだね。屋根斜めにして滑り落ちるように作られてますね。関東とかだと真っ平らな屋根とかも見るけど、雪国でそれしたらほんと潰れてしまいかねないから。旅のお方、せっかくクレイモランに来たのならお城で女王様に会われていくといいわ。女王様はとても好奇心が強いお方なの。各地を旅している人の話なら喜んでお聞きになるはずだわ。だろう、笑顔の似合う18号さんみたいなそんな人似てない？なんか前やってた時も思った気がする、この人。行くぞー。ねえ、ちょっと、ますか？どこかから声が。うんね、聞き間違いかしら。行きましょう。あなたが女王様のお招きした客人ですね。女王様は城の奥にある玉座の間であなたをお待ちしています。反応がありますね。行きましょう。またイベントだね。急にどうされたのですか？黙るだなんて私言っていませんよ。え？嘘でしょ？なんだか気味が悪いわね。早く女王様のところに行きましょう。クレイモランが元の姿に戻ったのも全ては君たちのおかげだ。本当に感謝してもしきれん。そのお礼に女王様が直々にオーブをお渡しになるそうだ。そこの階段を上がり謁見するといい。行きましょう。よくいらっしゃいました。早速ブルーオーブを差し上げましょう。もっと私のそばに。はっきり聞こえた。ねえ、その本から声があって。私が本物のシャール。目の前の魔女が化けた偽物よ。皆さん、騙されてはいけません。いるのです。声がね、私たちが二度も騙されると思ってるの？封印されたんだからおとなしくしてなさい。門の栄章が途切れたことで封印は失敗したんです。私を信じてください。確かにな、封印は成功しました。魔女のシャール様の教育係を務めた私が見破ってみせましょう。どちらが本物のシャール様か確かめるため、私の質問に答えてもらいます。早速行きますぞ。クレイモランに代々伝わる家宝とは何か、父上の教えを受けた女王様なら。そんなの楽勝よ。ここにあるブルーオーブこそ王家の家宝。私が本物だもの、間違えるはずがないわ。楽勝よって言ってる時点で偽物だよな。なるほどですか承知しました。そちらはどうでしょう。厳しい冬を耐え抜き勤勉に働くクレイモランの民、お父様がいつも言っていたことです。確かにそれこそクレイモランに伝わってが明らかになりました。本の中のシャール様こそが本物。そんな嘘、何かの間違いよ。あら、またバレちゃった。もういいわ、降参よ降参。額取り戻した魔力もなくなったし、私には何の力も残ってないわ。煮るなり焼くなり好きにしなさいな。潔いな。クレイモランの兵よ、魔女を捕らえるのだ。待ってください。女王様、何をなさるのですか。様が魔女をかばうとは、まさか氷の魔女に操られているのか。だがシャール様の目はどう見ても操られているようには見えん。一度話を聞いた方が良いな。どうしたの。シャール様、そこをどいてくだされ。
魔力を失ったとはいえ、そやつは氷の魔女、近づいては危険です。さん、聞いてください。クレイモランを氷漬けにした彼女の行いは決して許されるものではありません。でも私が本の中に閉じ込められている間、彼女は女王の重責に押しつぶされそうな私の相談に乗り、悩みを聞いてくれたのです。彼女の明るい言葉を聞くたびに、父を亡くした悲しみは和らぎ、女王という責務に対しても再び向き合っていける気がしました。お願いします、もう彼女に悪さができるほどの魔力は残っていません。命だけは助けてあげてください。エッケハルトさん、女王様がここまで言ってるんだから助けて。シャール様はこの国の王、その王が決めたことならば我ら臣下は喜んで従いましょう。人よしな娘ね。リーズレットよ、お主に聞きたいことがある。なぜクレイモランを氷漬けにしたのか、その理由を教えてくれんか。それはね、あの方が助けてくれたからよ。私を本の中から出してくれた美しい顔をしたの方、もう知ってると思うけど、私大昔に図書館にある本に封印されたの。本の中は泣きたくなるほど退屈だったわ。でも3ヶ月前のお方が現れ、本の中の私にこう言ったの。本から出してやろう、その代わり私の言うことを聞くんだ。助けてくれるのなら何だってしてあげるわよ。で、その頼みってのは何かしら。クレイモランを氷漬けにすれば、私と同じペンダントをつけた英雄と呼ばれる男が現れる。その男、グレイグを殺せじゃない。それでまんまとやってきた英雄を利用して魔力を取り返すために聖獣を倒させたの。あとはあなたたちの知っての通りよ。グレイグと同じペンダントをつけた男か。その男の名は何という。さあ、名前までは知らないわよ。私の封印を解いた後すぐに。でもとにかくいい男だったわね。声と見た目からしてホメロスでしかないんだけど。皆さん、この度は本当にありがとうございました。お礼にこのブルーオーブを差し上げます。まあなんやかんやったけど最後のオーブが手に入りましたね。ねえ女王様、オーブもクレイモランに伝わる大事な宝なんでしょ。もらっちゃっていいの。いいんです。お父様が言ったように、クレイモランの民こそ我が国の宝。皆さんがその宝ね。プレッシャーなんかに負けちゃダメよ。心配しなくていいのよ、おちびちゃん。これからは私が付き人としてシャールを守ってあげるわ。今は魔力ないだけで、そのうち魔力戻るよね。そこは全く考慮されてなくてもいいのかな。虹色の枝が輝き出したを全て手に入れた。ケスビア雪原を東に抜けた先にある始祖の森に向かい、命の大樹への道を開こう。ここにいる間は私がシャールを守るわ。住まわせてもらってるんだもの、それぐらいはしないとね。それにこの子にはいろいろな悩みがあるみたいだから、私が相談に乗ってあげるつもりよ。なんだろう、根は一応いいやつなのかな。極悪人ではないって感じだよね。ルミナツさん、クレイモラン王国を救っていただきありがとうございました。本当に感謝してもしきれません。それに詳しくは存じませんが、あなたはとても大切な目的のために旅をしているのでしょう。そんな隠さないでください。海夏さんの意志のこもったその眼差し、私にはわかりますわ。私だけでなく、クレイモランの民は皆あなた方の冒険を応援しています。必ずやあなたの使命を果たしてくださいね。頑張りまーす。ということで、改め探索していこうかね。残り時間で、次回は先ほどもビジョン的なもので
映っていた、シケスビア雪原を東に抜けた先の始祖の森っていうところを目指していきましょう。ここは最後の鍵がないと開けられないところだね。お前消えるのか？消えるやつか、お前は。青い宝石、あとなんかある？あ、壺がまだある。あとここ2個と、あともう1個。もう1個は、これか。こっちには何もないんだっけ？これ牢屋か。クレイモランは平和な国ですが、たまにつまらない悪さをして捕まる奴がいるであります。そういう輩はここに入れて反省させれば、大体更生するであります。この牢屋は効果抜群なのであります。さあ、上に戻って逆側のところ行こうか。こっちは女王の部屋とかだったっけ？確かに。だよね、確かに。何か。お、ここにもいるぞ。あー、よっちよっち、どこへ行く？昨日はあっち、今日はこっち、明日はきっと君の街。あ、これどっかでも聞いた記憶がある。おや、ユイサ様、こんにちは。気分転換に気持ちよく歌ってたんだ。さあ、僕の見つけた合言葉を教えてあげる。目覚めし者の祭壇、ドラクエ10かな？神々の間。多分これドラクエ10だね。王家のナイフと、氷の王国クレイモランの歴史という本だ。ロトゼタシアの北に位置するクレイモラン地方は、果てしなく続く雪原と氷点下の寒さから人々の訪れを拒む未開の地であった。スビア雪原の奥地に探検家が迷い込んだことで状況は一変する。人類の英知、古代図書館の発見である。古代図書館に眠っていた多くの書物の発見で、世界中の研究者、魔法使い、思想家たちが我先にとクレイモラン地方へやってきた。彼らはこの地を学問の聖地と定め、現在のクレイモラン王国建国の礎となったのである。宝の匂いがしない。OK。あとは時間いっぱい街探索して終わりですかね。なんかある？8個。まだ8個もあるの。引き戸、引きタイプのタンスは何もないんだよな。楽園のサマーという水着ギャルの写真集だ。水着を着たピチピチギャルたちが夏の日差しが眩しい砂浜で元気にジャンプをしている写真だ。わお、ここが常夏の楽園。夏、暑、神様、仏様、ピチピチギャルの水泳大会だ。雪国に住む人の夢と希望がこの本にはたくさん詰まっているようだな。まあ水着なんて普通の神経では着れないわな、寒すぎて。真夏日、極並みには寒くないだろうけど。一度交代行が本が湿ってシワシワだ。文字が滲んで読むことができない。生き残ってる本は逆にどうしてだってなっちゃうけど。宝箱なんだよね。赤い宝石。この人は違う人か。だからこの格好をした人が、あの、パフパフする人っぽい感じだから、出会ったら喋りかけてるようにしてるけど。酒場の店員とかもあの格好だもんな。24号。ここに宝箱あった。こう売ってたのかな。メダル、何枚手に入れたかな？ 5 枚くらい手に入ってるかな。この人はパフパフの人では？あ、やっぱり。それじゃあ明日の昼間、港にある鐘のところまで来てね。え、場所と時間指定されるの初めてだけど。港の鐘のあるところなんかあったっけ？お、なんかいるぞ。何もないけどいるって珍しいの。だいたい何かしらのアイテムあるところに現れたりするけど。プラチナの武器目録だ。プラチナソード、プラチナブレード、プラチナの槍。次は、雷神とどっち強いかな。プラチナのブレードはね、ここまでプラチナブレード我慢したら、10万コイン使わなくて済んだんだけどね。ここはないな。ここは教会か。特に何もない。随分こじんまりとした教会だね。見た目の割に。飛び越せないんだっけ？飛び越せないんだな、さすがに。楽しみだなーって。何か、何もサブクエスト発生しないんだって。ここに宝箱が1個あるぞ。
ここは道具屋か。何か、あった。トレジャーハンターの伝言第4章。虹色の枝を求めている七七さんですね。虹色の枝のありかを知る知恵者を探してクレイモラン王国にやってきた。しかしここで旅の目的を変えようと思う。この国に入る少し前、雪道で雪倒れている若者を助けたのだ。高熱で意識がはっきりしないようだが、上事のように同じ言葉を繰り返している。故郷に帰るのだと。そんな若者の様子を見ていたら、私も長いこと帰っていない故郷を思い出し、彼のことを放っておけなくなってしまった。だから虹色の枝探しは休止して、この若者を故郷に送り届けようと思う。ここで出会った砂漠の国から来た、酒場で出会った砂漠の国から来た老医師が同行してくれるそうなので一安心だ。旅は道連れ、世は情けというやつだろう。で、一通り見て回ったと思うんだが、果たして、あと2個、どこだろう。壺か、なんかな気がするけど。この裏になんか樽があるっぽいな。あと1個。あれ？ここ取れなくなった。ここをどくんだ。ほんとだね。露店の近くにある、また1個だけ見つかっていない状態。ああ、露店のところはなさそうだね。いけないわ。あと外側か。外側見てない。お、イベントだった。カミュじゃない。あんたこんなところで何してんの？でもいいだろ。それよりもブルーオーブは手に入ったのか？もちろん。全部魔女の正体を暴いた私のおかげなんだから、ちょっとは感謝しなさいよ。いつもガキ扱いされてるから。ロウ様、何か気になることでも？少し考え事をしただけじゃ。した男、英雄グレイグと同じペンダントを持つ男、確かに気になりますね。そのものがウルノーガなのでしょうか？それは違うな。ここで悩んでいても仕方がなかろう。今のわしらにできることは真実を求め大樹へ向かうことだけじゃ。プレイヤーだから分かることだな、これはな。かっこよく決めたね。ででんこの顔よ。ダメじゃ。すごい、すごい冷たい目をしてたな、マルティナ。じいちゃん、かっこよく決めたのに台無しじゃない。立場ねえな。言い訳も聞かねえしな。自分の孫にあれを見られるのは精神的ダメージが半端ない。魔女の竹下の魔女リーズレットの呪いにより氷漬けになったクレイモラン王国を救った勇者に贈られる称号。はい、ビッグパパさんいらっしゃいませ。終わり間際ですね。と威厳も何もありゃしない自分の孫と同じくらいの子たちに淡々冷たい目で見られるから。お疲れ様です。じゃあ残りね、1個下がった裏でね。はい、はクレイモラン地方から雪原を抜け、ゼーランダ山の先にある始祖の森へ向かおうっていうところからやっていこうかと思います。なんかサブクエストが追加されてるね。今のイベントを見たからか。はい、じゃあサブクエストもね、裏でやれるものはやっておきましょう。次回こそヨッチ村の合言葉でいけるようになったドラクエ5、6、あと10かな、いつやろうかと思います。すっかり忘れていた。それでは最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。コメントもありがとうございます。コメントいただいていた花村さんとビッグパパさんありがとうございました。次回もよろしくです。ヨッチ村もね、やるって決めた時にやらないと溜まっていく一方だからちまちまとね潰していきましょう、あれも。現在 Twitch の方で生放送をメインに活動してます。フォローまだの方はフォローしてってくださいね。また YouTube の方ではアーカイブや各種動画投稿してますので、チャンネル登録合わせてお願いします。その他各種連絡や通知は Twitter の方で行ってますので、 Twitter フォローもよろしくお願いします。それでは皆さん最後までお疲れ様でした。また次の配信でお会いしましょう。またね、バイバーイ。